フィンランドのサンタクロースが今日、日本の保育園を訪れ、一足早いクリスマスをプレゼントしました。江東区の保育園を訪れたのは、フィンランドのサンタ財団公認の世界でたった一人しかいないというサンタクロースで、教えてサンタさんと題した保育園のイベントに参加したものです。本物のサンタさんを目の前に見て大喜びの園児たちは、質問をしたりプレゼントをもらったりして1ヶ月早いクリスマスを楽しんでいました。